皆さん改めてグッチモーニング、中年おっさんの遊び子のグッチです。今日はですね、ブレッドガンドクさんは、狩猟指導のね、見回りと、あと今日はブレッド君とね、今日はルナ号と一緒でね、ついでに合わせてね、訓練していきたいと思います。ブレッドガンドクさん、よろしくお願いします。さーて、あれ、ルナが素敵な行動をとってるね。あれ、ブレッドは嘘。あれからルナさんはあれかな、フット銭湯を撮ってるのかな。これは動きが素敵だね。今日はついてみるっちで、漁場のね、下見も兼ねてますので、お、目の前に富士山がありますね、ありますね。富士山、きれいに雪化粧しましたね。ルナがフットセントを見つけた感じですね。なんでしょうね。もしかしてシカちゃん可能性もありますな。おう、お、これは葉っぱが潰れてるから結構新しい足ですね。おうおう、これもうぐちゃぐちゃやってますね。動画に映ってるか分かりませんけど。
cc だな。匂いがあるかな。こっち行ってみるか。ルナ、うわ、濡れちゃうかも、今日。その先にヌタバがあるんですよ。獅子が来てるかな。ヌタバに来てるのは、これは、鹿ですね、これ。獅子は、ああ。獅子の足もありますね。わおわお。鹿が大半ですけど、鹿も混ざって、獅子も混ざってましてね。その先のヌタバはどうだ？この丸っこい方の足がね、これが獅子です。で、大体これ取って、この、こういうタイプの足はみんな鹿ですね。これはイノシシです。で、この足はルーナの足ですね。よくルナ俺にと連絡してくるね。今日は。
そうか。匂いないか。じゃあ上がるか。どれ、もう出るかな。セント取ってるね。セントあるな。やっとらしい格好してきた。どうかな。
ああ、ブレット監督さんいますね。撮影してますね、一生懸命。まあ、大変だ。なんか待たしちゃって悪かったね、本当に。ブレット監督さん。出た出た、あの撮影出ました。ブレットを走らせてやる自分とこに来る動画を撮ってます悪いな、こいつ向こうの奥の道路まで通り過ぎてっちゃったよ。参っちゃったよ。ああ、参った参った。ほいで向こう行ってこっちにずっと行くとバラバラ落ちちゃうじゃん。シャレになんねえけ。今日は失敗動画かな。はあ、お疲れ様でした。はあ、参りました。はあはあしました。フラフラです。リブレット。パパとも行け。やだ。もうダッシュする元気がない。な。はい、お疲れ様。もう本当にね、まさか鉄塔越えてっちゃうと思わなかったですよ。鹿肉の効果出たね。鹿肉食ってるもんで、鹿あれかな、追っちゃうのかな。これいや、また綺麗にお化粧したあんた、ルナ。すごいな。ルナ、バカに綺麗にお化粧しちゃったじゃん、あんた。ブレット乗らない。ブレット。ブレット。はい。今日はお前言うこと聞いてくんなかったら困るよ。ご飯ご飯。ご飯ご飯帰ろう。ルナ行こう。だからブラッシングしなきゃその前に。先ブレット乗せよ。ルナ俺ブラッシングしないじゃん、ちょっと、あ、まあ、耳とかあの辺のだけ取っちゃうよ。